シャーナーズ・パフラビーは、パフラビーやサイランの王女。最後のイラン皇帝、モハンマドレザーシャーの長女で、現在のイラン皇帝家家長、クロシュレザー、パフラビーのイボアネ。モハンマドレザーと、その最初の妻で、エジプトをフワード一世の娘であるファージーアの、間の長女、一人娘として、テヘランのサーダーバード宮殿で生まれた。両親が1948年に離婚した後は、 実母とは、離れて暮らした。1957年10月11日に、ゴレスターン宮殿において、外交官のアルデシール・ザヘリと結婚した。アルデシールは1953年のクーデタで、モハンマド・モサテクを失脚させて、首相となったファズロラ・ザヘリ将軍の息子である。夫妻の間には、一人娘のザーフラが生まれたが、1964年には、離婚した。 1971年2月に、パリのイラン大使館において、ガージャール・アサのファトフ・アリーシャーの子孫である、ホスロー・ジャハーアン・バーニーと再婚し、マニー、カイ・ホスロー、ファウジーやの一難一情を設けた。ホスローとは、2014年4月に死別している。フオの在位中は2つの農業法人とホンダの、組み立て工場の代表出資者として関わっていた。 1979年のイラン革命で家族と共に国外に脱出し、スイスに移住した。ありがとうございます。